皆さんお疲れ様です。今日は、ですね、ニューバランスの靴の、話になります。で、ずっと行ってですね、カメラをアップ。で、こちらね、27を買って最初ちょっと小さいかなと思った。大体がね、昔は 26.5 で、つい最近なんですよ、スニーカーを履き始めたのが。で、27がいいっていう風にちょっとコメントでよく見たので、 D ですねを買ってるんですけど、で、履いていくとね、ちょっと広がっていって若干いいかなと。ただ前の方がちょっと私も足が広がってますので、27.5 がいいのかどうかは分かりませんが、これ574ですね。ちょっと見やすく。ではね、スニーカーの話なんですけど、で、もうしばらく履いてみて、私と同じような悩み、ちょっとなんか広がったんじゃないかなっていう感じはします。27.5 がね、これの574のやつを持ってないので、またどこかでね、履くことがあったら実際どうかなというのを測ってみますね。1センチ大きめを買った方がいいのか、 0.5 でいいのか。もう 26.5 ばっかり持ってたんで、もう靴入んないんですね。で、大きめを買った方がまだいいよかったのか。まあ、今回もうスニーカーこれ574はまりますね。もうみんなが履いてた理由がよくわかる。ね、履いてた理由がよくわかるわ。ね、574。574。ちょっとこう写真を撮って、しとこう。ちょっともうちょっとしばらくね、履いてみてね、どんな感じか。ニューバランスをね、今更履くっていう人もいないでしょうけど、今、ね、もう当たり前になってるのに、自分がね、革靴が多かったんでね、なかなか、スニーカーを持つっていうことがなかったんで、ありがとうございます。